水口栄治、水口栄治、水口栄治、1969年1月9日体は、愛媛県八幡浜市出身の元プロ野球選手、内野手、宇藤美に内コーチ。愛媛県立松山商業高等学校、松山省3年生時代の1986年に、首相として出場した第68回全国高等学校野球選手権、大会で、1大会における、 アンダサイタ、19アンダを記録。また、現役選手時代には、日本プロ野球歴代7位の通算279ギダを記録。そのうち大阪近鉄バファーローズに在籍した14年間では、同球団史上最多の通算261ギダを記録。1997年に、シーズン最高記録の42ギダを樹立したほか、2001年2004年にも、 パシフィックリーグの最多ギガを達成している。松山商業高校から、早稲田大学人間科学部スポーツ科学科に進学。松山商時代の1986年には、首相として、チームを夏の甲子園で準優勝に導いた。水口自身も、前年の大会で、佐藤勝美、宇部商業高校が記録した、大会最多安打記録、15安打を大幅に、 更新する19安打を放つとともに、同じく前年の大会で、清原和弘、PL 学園が記録した大会最多打、記録27塁打にも並んだ。早稲田大学では、1年生から公式野球部で遊撃手のレギュラーを獲得。4年生になったには、第80代首相として、チームを15シーズンぶりのリーグ優勝に導いた。 東京六大学野球のリーグ戦では、通算で92試合出場。339打数91安打、6本塁打、27打点、打率、268という記録を残す一方で、ベスト9を4回獲得した。1990年末のプロ野球ドラフト会議で、近鉄バファローズから2位指名を受けて入団、なお、 社会人経由ではない早稲田大学としての指名野手は1979年の岡田明信以来である。近畿大学クレコー学部からドラフト3位で指名された松山翔時代の同級生、佐野茂樹と再びチームメイトになった。近鉄に入団して初めて迎えたキャンプで当時チームの主砲であったラルフ・ブライアンと鈴木隆久良が打撃練習で 外野スタンドに次々と打球を放り込んでいく姿を見て、ショックを受け、場違いな世界に来てしまった。自分のような、非力なバッターが、プロでやっていけるんだろうか、と近鉄に入団したことを後悔したという。一年目の、から、モーダの近鉄打線の中で、小技のできる内野手として重宝され、ダイソーや守備固めで68試合に出場した。だが、も 二塁の大石大二郎、遊撃の吉田剛のサポート役としての起用が多く、レギュラーを奪うまでには至らなかった。二、吉田に代わり、遊撃手のレギュラーを獲得し、打率、272の活躍で、初の100試合出場を達成した。よくも二番、遊撃手に定着した。シーズン中盤から、大石の衰えにより二塁手へコンバートされ、 自己最多の八本類打を放った。同年はオールスターゲームに出場。以後、近鉄バファローズンが消滅するまでの九年間、生じる一種であり続けた。しかしは開幕戦で太もも不傷、8月のぎっくり腰などで一軍と二軍を行き来する状況で、生じる一種を高須洋介に譲り、本人は三十試合の出場にとどまってしまう。は、それまで一番だった。 大村直行が前年からの不審を引きずり、春先は武藤隆も不審だったことに加え、水口自身が好調だったため大村に代わり一番を務めた。6月中旬までは3割をキープしていたがその後は不審になり、そのままシーズンを終える。後半戦は武藤の怪我もあり、12試合遊撃手で先発出場している。2001年。 大阪近鉄はファローズの12年ぶりの優勝に、不動の2番セカンドとして貢献した。ファウルで粘るいやらしいバッティングが持ち味だが、僅差の2位で迎えた9月17日の対、西武戦での松大輔からの決勝打や、ヤクルトスワローズとの日本シリーズ第2戦での島田、直也屋からの同点3弾など時に目を見張るような、活躍を見せた。とは100試合未満の出場に終わった。 は3年ぶりに規定打席に到達した。打率も293と好調だった。オフの分配ドラフトを経てオリックスバファローズに移籍。近鉄出身者としては数少ない大木や明監督時代を知る選手でチームの優は務めた。は、平野圭一、塩崎誠らとの併用で起用された。この年から二類種だけでなく三類種としても起用されるようになる。 8月30日の大西部戦で1500試合出場を達成した。7月2日、庭野隆史バッテリーコーチ、同じ1969年生だが、水口の方が早生まれのため学年が一つ上に土勢を上げた。この日の大西部戦における二度のバッテリーミスに関しての三輪の指摘が、投手陣に飲み向けられたのに対し、チーム内においてチームリーダー的な存在である水口が、 投手人だけではなく、保守にもミスを指摘すべきであると不満を爆発させたものと思われる。その時の保守は、的山哲也。この年から一類一種としても起用されるようになる。は、前年より、出場機会が減ったこともあり、9月29日、現役引退を表明。打撃コーチ就任が発表された。10月2日。 京セラドーム大阪でのレギュラーシーズン最終戦である福岡ソフトバンクホークスの6回裏に代打として登場し、プロ最終打席を迎える。結果は3ゴ頃だった。試合後、引退セレモニーが行われた。現役最終年は52試合の出場で幕を閉じた。彼らは、オリックスに残って1軍打撃コーチを担当していた。しかしには、 公式戦開幕直後から1軍で打撃不振が続いたことから大島光一と入れ替わる格好でシーズン途中で2軍打撃コーチへ書くそのまま1軍に復帰することなくシーズン終了後の同年10月6日付で球団からコーチ職の解任を通告されたオリックスを退団したからは西宮市で小学4年生から中学3年生までを対象にした 有料会員制の野球教室、水口栄治の野球心を開講。少年野球チームや個人への出張指導にも乗り出している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。